村西徹は日本の AV 監督。東京で英語辞典を売っていた村西は、その売り上げの多さから伝説のセールスマンと言われていた。その後、札幌に移住した村西は、その蓄えで英会話教室と喫茶店を開き、大きな成功を収める。次に目をつけたのはアダルト雑誌であった。販売店のチェーン展開と同時に違法な過激雑誌の販売を行うも、有罪判決を受ける。保釈後に、ビデオ産業の成長を正気と見て、アダルトビデオの制作を始める。児童福祉法違反やアメリカでの懲役300年求刑など、前科を持ちながらも、独特な作風が男性の心をつかみ、業界トップに上り詰める。巨万の富をつかんだ村西であったが、衛星放送事業に失敗し、50億円の借金を抱える。しかしこれを20年ほどで完済してみせる。村西は、感動がなければ物も動かない、人も動かない。まず自分が感動し、それを真摯に伝えなければならないと語る。女性を引き出す様々な演出を、視聴者を引き込むストーリー展開。また、村西自身が企画、撮影、出演、編集をこなすことで、自身が納得いく作品を作り上げた。彼のひたむきに AV と向き合う姿勢は、世の男性を、ナイスですねー、と言わしめた。